皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は日記の動画です。歴史嫌いの直し方というタイトルで、中学生の皆さん、特に歴史は苦手、歴史の授業って何言ってるのかよく分かんないやって人に向けて、じゃあこうしたらどうですかっていう提案をさせていただきます。歴史って暗記することがたくさんあるので、嫌いなままではなかなか勉強ができるようにはならないんですよね。いやいや勉強しても覚えられないでしょ。で覚えてもすぐ忘れちゃう、こういうことになっちゃうんですよね。そこで提案です。歴史に興味を持ちましょう。興味なんか持てないよ、ね、ですから興味を持つ機会を持ちましょうということなんです。歴史に興味を持つには漫画とか動画の中でも漫画になっている動画、これを見ることをお勧めします。漫画になっているもの、もちろん映画でも構わないんですけれどね。でこうすることで歴史の勉強への抵抗感、これを減らすことができます。人物や出来事とかその背景、これが絵とか映像として理解でき、頭に入りやすくなるんですね。ただ動画のコンテンツ、実はね面白いものがたくさんあって見すぎちゃうと、ね、見るだけで時間使っちゃって、あ勉強する時間がなくなっちゃったということになりかねないので、これ見すぎないように気をつけてください。私もよく見るんですけど、ついつい見すぎてしまうんですね。この部分は気をつけましょう。勉強する時間なくなっちゃいますから。そしてこれ漫画とか動画を予習に使うといいことがあります。次の授業でどんなことを勉強するって分かってたら、まずその部分の動画とか漫画をちょこっと見ておいてください。なぜいいかっていうと、あらかじめ授業の予備知識が頭に残っていますよね。ですから学校の先生の授業、これが分かりやすくなる、こういう利点があるんですね。歴史が苦手、歴史の授業よく分かんないっていう人、ぜひこの漫画とか動画試してみてください。今回は歴史が苦手という人に向けての提案をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。